はい、こんばんは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今日は鴨川市に来ております。鴨川市のうつつみって読むのかな。この先にね、一本トンネルがあるんですが、そのトンネルの過ぎた先にね、金山ダムっていうダムがあるんですよ。本当はダムの停滞はトンネルじゃなくてこっちか。まあいや、それはともかくね、金山ダムと言われると、まあ、ピンとくる方はピンと来てるんじゃないかなと思いますがね、房総最強心霊スポットとして名高い小野落とし隧道があるところでございます。ということでね、僕もとうとうね、こういうジャンルに首を突っ込むようになってしまいましたが、まあ要は再生数稼ぎですね。まあとはいえね、皆さんもよかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。ちょっとこれ眩しいです、眩しいです。このキャンプ用のね、ランタンっていうかね、あれなんですけどね、ちょっと眩しいですね。では行きたいと思います。なんだっけ、これどうやって消すんだっけ。はい、硬派な道路系チャンネルを標榜してきました当チャンネルですが、とうとう心霊物などというクソ企画に手を出してしまいました。まあ所詮エンタメですから、再生数命っすね、なんちゃって。さて、ダークサイドに落ちての最初の企画は小野落とし隧道です。ここは鴨川市うつつみ、鴨川市街から3キロほど北西の山の中です。ここに1962年竣工の灌漑用アースダム金山ダムがあります。そしてここのダム湖に沿って4本の素彫りのトンネルがあります。そのうちの1本が今回の目的地、小野落とし隧道です。稲川淳二さんの怪談話で有名になった心霊スポットですが、当方は全くそのような現象を信じておりません。こんな無礼者にも霊は姿を見せてくれるのでしょうか。ちなみに現地では気づかなかったのですが、家に帰りましたら、なんと足が血まみれになっていました。なぜそんな怪現象が起こったのか、そのことも踏まえて最後までじっくりと見ていただければ幸いです。先客の方がいらっしゃいますね。やっぱり同じところに行ってんのかな、よくわかんないですけどね。とりあえず行きましょう。このトンネルもね、心霊トンネル扱いされてるんで、あ、ちなみにね、これ左行くと、まあ立ち入り禁止と書きつつ、なぜかゲートは余裕で開いてるんですがね、ダムの停滞の方に行きます。でこちら側の方ですね、小野落としトンネルは。でこのトンネルの名前は何て言ったんだっけかな、よいしょ、船石隧道って書いてありますね。動画だと見えるかどうかよくわかんないですけど、よいしょ。まあここもね、なんか人によっては心霊トンネル扱いとかしてますけどね、まあ全然気にしないと。こうライナープレートで補強されてるから、これも何でしょうね、もともと素彫りだったものを拡幅改修補強したんでしょうかね。でね、これトンネルを抜けるとね、実は吊り橋があるんですよ。これでダム湖を渡って対岸に一回行きます。よいしょ。ここね、駐車場があったんですが、今はこれ使えなくなっちゃったんですよね。駐車禁止ってしっかり書いてありますもんね。でこっち側も入れない。ちなみにここ関東ふれあいの道になってるんで、一般の普通に入るのは問題ないです。ただね、これ見てください、これ車両通行止めです。はい、まあこれはね、ちゃんと守っていただかないとね。ということで、まあ行きましょう。あ、この橋名前なんて言ったっけかな、あー読めねえな、忘れちゃった。うちに帰ればわかるんで、後で調べて。あ、なんか車が来たよ。まったくしょうもねえな。あれ、バックしちゃった。これで橋を渡ったら車がいなかったなんていうと超ビビりまくりですかね。あ、車来ましたね。まったくしょうもねえな。早く来いよ。っていうかさ、何やってんの。あ、Uターンしたよ。車何なんだ。いや、あれね、右行くとね、てか右も左も行き止まりのはずなんだけどさ、まあいいや、よくわかんないけど行きましょう。てか案外向こうもビビってあるしね。なんかもうライトで散々ここら辺今ね、橋桁照らしたりしてたんでね、何事だとかって思ったりしてね。というかまさか悪いやつじゃないよね。まあいいや、行きましょう行きましょう。いざとなったらこのライトで頭ぶん殴ればいいや。ちなみに当然この橋は
こっからこれね、ダム湖にかかってるんで、あ、それさっき言ったか。でもダム湖の様子はよくわかりません。さて、まあいいや、行こう。なんか今ドアパタンってやった音がしたんでね。あ、やっぱり車。もう先人がいますね。よいしょ、駐車ご注意ください、ご注意くださいっていうか、これで入るなって考えてるんだけど、まあいいや、行きましょう。まあここは超夢スポットになっちゃってるんでね、まあ、誰かいる鉢合わせになるだろうなと思ったんですが、鉢合わせしちゃいましたね。どこだっけかな、ここら辺に、あ、最強スポットが来た。ここに公衆トイレの廃墟があるんですよ。これは怖い、これはマジで怖い。あの、小野諸都市トンネルとここのどっちかでうんこをしろとしなければいけないと言われたら、僕は断然トンネルの中を選びますね。はい、よいしょ、まあいいや、そんなくだらない話はいいや、行こう行こう。いや、何か寒いものを感じますなんてね、言えばね、ちょっと盛り上がるのかな。全く感じません。ちょっと蒸し暑いです。はい。あ、ちなみにね、ここ、あの、仕事で車で入る方は時々いらっしゃるんですよ。だからやっぱりそういう人たちに言わせると、やっぱりね、結構車で入ってくる人たちいるらしいんで、ちょっと迷惑だとかってこと言ってましたね。ですので、まあ、あんまり、車で入るのはよろしくないなとは思いますけど、うん。どこだっけかな、あ、出てきた出てきた、最初の遺構と言いますかね、なんかよくわかんない記念碑なんですよ。あ、しまった、ヤマビルファイターつけてくるの忘れちゃった。こっちの路盤だったらね、まだギリギリ行けるかもしれないんだけど、あ、やめます、この藪の中入るの。くそ、今更これ戻ってね、またもう一回行く気しないんでね、しょうがない、このまま行っちゃいましょう。ていうかこれ、だから真ん中のこの雑草のところも危ないですね、じゃあね。というか、普通にここも危ないんだけど、ここ激ヒル地帯に近いはずなんですよ。しまった、足を止めないようにしよう。ていうかね、あー、ついてたりしないよな。もう、ていうか今更手遅れなんだよな、もうな。あー、おの落としとんでる。行ったらね、足が血まみれにとかってね、それはね、またそれは別の意味で怖いですけどね。はい。それとも案外あれなのかな、あのね、先ほどの、 あの橋渡った右に進む方がね、関東ふれあいの道に指定されてるんですよ。それで元清澄山の方にね、向かってるはずなんですが、ていうかこんな時間に行くわけねえか。もちろん。それとも車中泊で寝ようとかって考えてるのかな。あ、ここなんかキャンプ地に良さそうですね。ここで心霊キャンプなんていいんじゃないですか。よし。あ、遠くから獣の声が聞こえてきます。そして前方を塞ぐ謎の木がじゃない、笹だった。もうなんか飽きてきました、喋るの。でもね、ここが心霊スポット扱いされるようになったのは何ででしょう。あの、稲川淳二さんの話だからかな。でも稲川淳二さんはどこからこれを仕入れたんだろう。まあね、小野落とし水道ってね、漢字でこう書くと字面が結構ね、なんかね、おどろどろしい感じするんですよね、実際ね。だからたまにね、あの、おの落としじゃなくて、おの落ち水道だと勘違いしてる人がいるんですよね。まあ、おの落ちだとね、確かに怖いですね。おのが落っこってきたらね。まあ、おのが落っこってきちゃったらね、大変ですからね。でもこれは、おの落としなんですよね。おの落としちゃったんですね。これね、実はですね、昔、ここでね、一人の木こりがいまして、木こりがね、湖に、おのを落としてしまったんですね。そしたら湖の中から美しい女神が現れて、この金の斧を出してね、お前の落とした斧はこの斧かってこう聞いたわけなんです。で、木こりは違うって言ったわけなんですね。次に女神は銀の斧を取り出して、でね、なんかどっかで聞いたような話がありますけどね。嘘ぴょんです。そんな話はございません。今僕が捏造しました。はい。でもまあ、どうなんでしょうね。
実際のところそんなエピソードが、まあ、近いエピソードがあるのかもしれないですけどね。あ、ちなみにね、この周辺なんですけどね、まず橋の奥で、これから小野落とし隧道を含めて4本トンネルがありました、あります、全部素掘りです。というか一番ね安心感があるのがむしろ小野落とし隧道ですね。1本目 の一応コンクリートのアーチついてますからね。他の3本は完全素掘りです。しかも最後の4本目はね、閉塞しかかってる、あ、まあ、今どうかなちょっとよくわかんないけど、うん、な状態なんでね、ぶっちゃけ一番安心感のあるトンネルは1本目の心霊トンネル小野落とし隧道です。それから橋の手前にね1本通り抜けてきましたけど、実は全部で2本トンネルがあるんですね。だからこの辺りトンネルが全部で6本連続してるんですよね。というなかなか、まあ、暴走ならでは、まあ、6本ぐらい連続してもね大したことないっていうのがね暴走の恐ろしいところですがね。いやー、これ10分後にねここでね死にそうな思いをしたから走り戻るようなことになったりとかってしてたらどうしようとかって、そういうふうな思いをしてみたいですが、やばい人に出会ってということは嫌ですけどね。ここからまた再びね微妙にこのコンクリートが来るんだけど、あ、ここからかも、もう近いかもしれない。あった、見えてきました。カメラ越しの皆様は見えていますでしょうか。出てきました。下の舗装もコンクリートになって、実は安心感抜群。ここら辺から見るとねちょっと暗いな、これわかりますかね。あ、そうだ、ちょっとでね、ここねちょっとね今日はね別のライトがあるんでそれに切り替えましょう。これ明るい、こっちの方が明るい、うん、ついでにターボにしちゃうかな、これ結構明るいですよ、これね、また実は案件で、提供いただいたやつなんですけどね、これとは別に、紹介動画撮ります。で、小野落とし隧道です。はい、変額ね、右書きなんですよね、小野落とし隧道って書いてあります。はい、ここら辺はコンクリート復興でね立派にできてるんですが、まあ奥はね見ての通りあんな調子です、S彫りです。さあ入りましょう。でね、この小野落とし隧道ね確かに怖いっちゃ怖いんですよ。で、何が怖いかっていうと、よいしょ、あそこ、これ上見てくださいよ。ちょっともしかしてこれこんぐらいにした方が分かりやすいかな。天井の岩ね、ひびだらけになってるの分かるでしょうかね。だからね、あそこいかにもいってか、そう、落ちてきそうなんですよ。それが怖い。ここら辺、まあここら辺横だからねいいんですけどね。だからほら、こう下のところにも結構落ちてるでしょ、うん、でこっち左もそうですよね、ここら辺もね。だここの層がね多分崩れやすい層なんですよね。で、上は左岸なんだけど、またその上あそこがねなんか崩れやすい、そうなんですよね。礫岩とかが結構多いのかな、なんだろうな、よくわかんないですけど、ということでちょっとね、ビビクリながら少しここを通り過ぎますと。さて、ここなんかもちょっとやばい感じですよね、うん、だからね、なんていうのかな、物見湯さん気分でね車で入ってきちゃう人たちもね、これ車の上に降ってきても知らないですよって感じでね、まあ頭の上に降ってくるよりもね車の屋根に降ってきた方がまだマシなんですけどね、ここら辺もね結構ひどい、うん、そしてここは全部これね、こういう左岸、なんか今聞こえたな、びっくりした、うん、なんか多分野生生物の声っぽいのが聞こえたんでちょっと今びっくりしたんですけど、さすがに、なんだっけ、あ、そうこういう左岸層っていうのは意外と崩れづらいんですよね。さて、じゃあさてと、でトンネル抜けてきました。あ、なんか飛行機が飛んでる、見えるかな、見えねえかという感じですね。はい、こちら側もねコンクリート復興でできております。うん、あ、さっきの声だ、聞こえてきたぞ、またなんだろうな、あれキョンじゃねえな、なんだろうな、よくわかんねえな、謎の霊界の生物からの鳴き声でしょうか。なんちゃってね、なわけないです。どうしよう、もうネタ終わっちゃったんですけどね、
帰りはじゃあちょっとね、この僕の余計なしゃべりなしでいきます。だから皆さんね、こっからね、あのイヤホンかなんかに切り替えてね、あの霊からの声が聞こえないかどうかよく聞いてくださいということでね、いや結構不気味なんだよね、あれね、今の声ね、聞こえたかな、入ってたかな。まあいいや、戻りましょう。だからこれからね、トンネル抜けるまでは僕黙っていきますんでね、では皆さんじーっと耳を澄ませていってください。はい、ということでトンネル抜けてきました。皆さん何か聞こえましたか？それともカメラに何か映ってないかな？映ってるわけないよ、全くね、そりゃそうだ。はい、もしも何か聞こえたという方ね、コメント欄にぜひ書き込みお願いします。っていうかね、黙ってるとね、あの、なんていうのかな、この視聴維持率下がるんじゃないかって心配なんですがね、今回は黙ってても大丈夫じゃないかなと思います。というかね、しばらくあの公開した後にね、視聴維持率がどう変化するか楽しみですけどね。さて、案件の動画撮ってたらね、すっかり長居してしまいました。ひょっとしたら、でもな、誰かいるのかなって思ったら誰もいないですね、まったく。てか、どっかそこら辺で隠れてなんか待ってたりして僕がいなくなるのを。そしたら申し訳ないですね、ちょっと長居しちゃってごめんなさいみたいな感じですけど。ということで、帰ります。というかね、ここでもう一旦あのお別れの挨拶しときます。はい、何かあるかもしれない。何かあったらね、またこの後おまけコーナーで追加します。まあこんな感じで真っ暗なところでね、ちょっとごめんなさい、失礼しますが、事情が事情なんでね、ご容赦くださいませ。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。ちょっとね、両手が塞がってるんでごめんなさいね。はい、それではです。探索用のボロズボンで恥ずかしいのですが、帰宅後このようになっていました。ということで、幽霊より怖いもの、山ビル、廃墟の公衆便所、生身のヤバい人ということでご注意くださいませ。それでは。